ブラックヒルズ地質学研究所は、サウスダコタ州、ペニントン郡ヒルシティに位置する研究機関。恐竜の化石の発掘、研究、コレクションを業務とするほか、施設内で一般向けに展示も行っている。また、世界各地での恐竜展への学術協力もしており、日本での企画展も例外ではない。2021年時点で、所長はピーター・ラーソン。民間企業である。 1946年にビル・ロバーツが設立したブラックヒルズミネラル社を母体とする。その後1973年、当時学生であったピーター・ラーソンとジム・ホナートはミネラル賞に初参加し、ミネラル賞を参入する市場として認識する。自身の鉱物や化石標本の売却により、資産を得てさらなる地質、古生物標本の収集、展示を計画した彼らは、 ブラックヒルズミネラル社のオーナーとして、1974年のミネラル賞で初出品した。このビジネスをもとに事業を展開し、1978年に会社を再編成して、ブラックヒルズ地質学研究所として法人化。1979年にヒルシティへ拠点を移し、公会堂や地域ホールとして利用されていた1938年建築の施設を本社とした。 1973年から、ピーターの弟ニールと鉱物学者のロバート・ファーラーもビジネスに参加。ニールは1978年から、ロバートは1990年から正式に研究所の職員に就職した。1978年には、サウスダコタ州の牧場所有者、ルース・メイソンとコンタクトを取る。メイソンは、エドモント・サウルスのボーンベッドを発見しており、 研究所は10年以上の歳月を費やして骨を収集し、20年後には約1万本の骨を収集してカタログ化した。1990年にはティラノサウルスの標本数を発掘して保管、クリーニングを開始した。しかし化石の権利をめぐって土地の所有者が異議を申し立て、1992年5月に連邦捜査局が数を押収、権利関係は 法廷闘争に発展した。結果として、土地所有者の主張が認められて、数の骨格は所有者の手に渡り、オークションで売却され、フィールド自然史博物館が買い取った。また、研究所は1992年にはスタンを発掘、保管し、その後系列博物館である、ヒルシテ博物館で展示した。レプリカの販売や他団体による研究を認めていた、ため、スタンを、 研究材料に多くの研究が行われた。しかし、ここで2012年にビジネス上のトラブルで取締役を解任されたニールが研究所の財産を売却しての自分の持ち株分35%の支払いを要求したことにより、研究所とニールの間に圧力が生じる。2015年にニールは研究所を告訴し、裁判の結果、研究所はスタンの売却を決定。 2020年に約33億円で落札されたブラックヒルズ地質学研究所の展示。右側に位置するティラノサウルスの標本がスタン。ブラックヒルズ研究所が発掘、所蔵した主な標本を列挙する。ありがとうございます。